私立大学は私立の大学のこと。略称は次第である。私立大学と略称でも同音維持になることから混同しないように公語では私、立大学ということもある。日本において私立大学は学校法人または株式会社によって設置される大学を言う。学校法人の中には特別の法律によって設置されるもの、学校法人の設立に 国や地方公共団体が深く関与しているものも存在するが、これらは私立大学に区分される。また、構造改革特別区域において、株式会社による大学の設置が認められており、株式会社が設置する大学も私立大学に区分される。日本の大学のうち私立大学は大学総数の4分の3を占め、学生数は日本の 全大学生のうち8割を占める。旧正大学や旧正専門学校から昇格した私立大学は少なく、1949年の学生改革以降に新設された私立大学が大半を占める。2020年現在、島根県には私立の4年生大学がない。日本の私立大学はその収入の約8割を学生生徒の付近が占めており、 私立大学統計上費補助金等といった国からの補助は1割程度に過ぎない。収入の7割近くを国からの補助が占める国立大学法人とは収入構造が大きく異なっている。また、株式会社率の場合、国からの助成は受けられず、出資金を財源の一つにする。2016年時点において2019年度末までに破綻の恐れがあり、 経営破綻予備軍に分類される学校法人は287件ある。これを受け文部科学省は経営が悪化し教育の質も低下している私立大学短大を運営する学校法人への補助金を2018年度から大幅にカットする方針を決めている。日本の私立大学法人の約4割は赤字経営であり学納金が 収入の77%を占めることもあって、外国人留学生を積極的に呼び込んでおり、中には学生の6割が中国人の大学もある。また大学を選ぶ学生に、首都圏の大学進学に返帳する傾向も指摘される。ただし、私立大学を設立運営する学校法人は、私立大学の他に、私立短期大学や専門学校、 私立中学校や私立高校などの私立、大学付属学校を運営している場合が多い。そのため、私立大学が赤字であっても、それが学校法人全体の赤字を意味するわけではない。小林哲夫は定員割れの私立大学が即座に平行にならない理由について、大学だけの収支でやりくりするならば、もっと潰れる大学が出たはずだ。いわば、 大学はグループ会社の一赤字部門であり、そう簡単には廃校にならないというわけだ。大学はそこそこ体力があると指摘している。実際に提供グループなどに見られるように、学校法人の運営の中で、積極的に有価証券などによる資産運用を行って、基本金を充実させ、大学運営を盤石にさせる法人も増えてきている。日本私立学校振興。 共済事業団は、定量的な経営判断指標に基づく、経営状態の区分を公開し、教育活動資金収支差額が3か年のうちに、か年以上赤字化、外部負債と運用資産を比較して、外部負債が超過しているか、耐久年数による区分、修正前受け金保有率が100%未満か、経常収支差額が3か年のうちに、か年以上赤字化、 黒字幅が10%未満か、積立率が100%未満かの7つのフローに基づく分類を示している。また、私立大学の運営難を取り上げた週刊式事がたびたび掲載されるが、大学会計と企業会計を混同している。大学経営を論じるのであれば、教育活動資金収支だけでなく、外部債額、運用資産、耐久年数も含めて、経年変化を 総合的に見る方が適切と指摘されている。日本私立学校振興、共済事業団、平成30年度私立大学、短期大学等入学志願動校によると、私立大学の定員割れは210校で、全体の36%に上っており、定員充足率50%未満の大学は11校、ある。ただし、文部科学省、 平成31年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱いについてでは定員超過抑制の観点から入学定員充足率が95%から100%の学部等に対して4%同90%から94%の学部等に対しては2%の経常費補助金増額が明らかにされており 定員割れが直ちに私立大学の運営難を意味するわけではない。また、定員厳格化や共通テスト導入、23区内、定員抑制によって、定員充足率80%未満の私立大学は、2014年の122校が、ピークで、2015年以降は114校、117校、90校と、減少し、2019年は51校にまで、 減少している日本では近年、経営難などの理由で、経営の異常を行い、私立から公立に変わる大学も出てきている。松本大学学長の住吉博之は、少子化や助成金が減っていく中で、経営が苦しいのは、どこの次第も同じ。その中で、我々のように必死に経営努力をして、私学で踏ん張っている大学がある一方で、努力を諦めて効率化すれば、 学生は集まり、交付金で経営は安泰というのでは、努力した者が馬鹿を見ることにもなりかねませんと述べ、効率化に疑問を呈している。日本の場合、私立大学の入試は、大学、学部、学科で、入試科目や配点が異なり、方式や日程なども多様である。一般入試大学入試センター試験を受験する。 必要がなく、試験科目も基本は3教科のみと、センター試験で5教科7科目を課し、さらに、大学別の二次試験を課すことが多い国立大学に、比べ実際の試験科目数が非常に少ない。また、国公立大学の一般入試の二次試験では、記述形式が中心であるのに対し、私立大学の一般入試やセンター、試験利用入試では回答のみを答える。 マークセンス形式が中心である。そのため、早期より3強化のみに絞って学習するものも多い。しかし、試験科目数が少ない分、1科目ごとの失敗が許されない上高得点が要求される。また、難関次第では、高校の範囲を超える難問が出るなど、センターの比重が高い国公立大学とは趣きを、ことにする傾向がある。さらに、首都圏の有名次第は、 全国から受験生が集うため、入試倍率が極端に高くなり、難易度が上がる傾向もある。2019年の定員厳格化によって、私立文系学部が難化し、合格安全権と言われていたにもかかわらず、不合格に終わる事例が増えているとの報告がある。すなわち、大学受験の一般論は通用せず、大学独自の試験形式に対する対策が必要である。また、 国公立大学の一般入試では受験可能大学、学部の数が最大三校三学部までと限定されているのに対し、私立大学の一般入試では限定されておらず、入試日程さえ異なればいくつでも併願できるという特徴があり、大学側も様々な入試形態によって受験機会を増やしている。センター試験利用入試センター試験利用入試とは、 センター試験の成績を基準合否が決まる入試方式のことである。私立大学別の入試対策をしないで済むため、国公立大学が第一志望で、私立大学を平願受験する人がこの方式を利用する場合が多い。ただし、センター試験利用入試は、募集人員がかなり少なく倍率が高くなる大学が多いので、合格の難易度も高くなるとされる。 推薦入試、栄養入試推薦入試や英語入試といった学力試験を課さない入試制度も存在する。詳しくは各項目参照のこと。ハーバード大学アメリカでは、まずプライベートスクールが高等教育機関として発達し、その後州立大学が誕生するが、建国前後では私立大学が大きな役割を果たした。州による 私立大学への支援は20世紀の初頭まで継続されていた。アメリカの私立大学はハーバードカレッジやウィリアム・メリーカレッジなどが宗教団体を基礎として創立されて以来1980年代に至るまで増加の一途図をたどった。学生数は1960年に360万人、1970年には800万人に倍増。 私立大学への進学率は40%を超過し、1980年代には1200万人の学生が在籍し、大学数は3200校まで増加した。1980年前半、経済不況や財政赤字から大学浮遊の時代を迎えるが、それほど大きな閉学は見られず、2001年から2002年時点で、 大学全体を占める私立大学の割合は74.1%、短期大学合計に占める私立短期大学の割合は39.9%に上っている。一方で、リベラルアーツカレッジは1960年に学生総数の50%を占めていたが、2000年には17%まで減少した。また、小規模で無名。 基本財産の保有が少ない新設短期大学やリベラルアーツカレッジ、宗教系大学では財政難や学生募集の失敗により閉学する例が見られる。私立大学の授業料は高く、高額所得者の指定でなければ大学教育を受けることは難しい。州立大学では、州内のものと州外のもので授業料に大きな差があるが、私立大学では、 このような区別はない。アメリカの私立大学は政府女性の獲得や寄付金収入の増加、資産運用などによって授業料収入に依存しない財務体質の強化を行っている。特に1970年代後半以降から企業経営の概念が導入され、あたかも中小企業のような存在となった。アメリカの経済成長とともに、 財政的基盤が強化され、卒業生が増えたことで卒業生からの寄付が安定的な収入になり、かつ資産家からの積極的な寄付も相まって、私立大学の財政基盤が確立した。アメリカの私立大学は原則として政府の影響を受けないので、政府ができない行動を取ることができる。例えば、宗教機関は自らの教えを進めさせ、 他の宗教を正しくないと教えることもできる。また、私立大学は人種や宗教、性別などで差別を行う自由も持っている。例えば、聖書に異人種間の関係は禁止されているからという信仰で、サウスカロライナ州のボブ・ジョーンズ大学は1971年から2000年まで、アフリカ系アメリカ人の学生の入学を拒否していた。しかし、 アメリカ連邦最高裁判所は、私立大学と志願者、学生など私人間の法律行為であっても、その一部に国家の行為が介在している場合は、国家行為とみなし、憲法の直接適用を認める国家行為の法理を確立してきた。そのため、たとえ私立大学であったとしても、人種差別行為に連邦等の資金が一銭とでも使用されていれば、当該行為は、 公民権法違反行為であり、違憲となる。アメリカの大学には大きく総合大学とリベラルアーツカレッジに分けられるが、リベラルアーツカレッジの大部分は私立大学である。ハーバード大学はリベラルアーツカレッジであったが、規模を拡大し、大学院の設置を続け、総合大学となった。しかし、教養学部としてリベラルアーツカレッジが残っている。他の IB リーグ校でも、 特に、プリンストン大学やブラウン大学などは、リベラルアーツを重要視している。また、カーネギーメロン大学のように、私立の専門学校が大学として認可されて、総合大学に発展した場合もある。オックスフォード大学イギリスの教育制度は複雑で、他と公立という区別で、イギリスの大学制度を説明するのは困難である。 オーストラリアの私立大学は、ボンド大学とノートルダム大学のみである。韓国の私立大学は、ソウル、首都圏の有力私学、地方の有力私学、地方の振興私学に階層化している。国公立大学は韓国科学技術大学やソウル大学を除いて、私立大学ほどの競争力を有していない。ソウル大学校と高麗大学校、四世代学校を合わせて、 スカイと呼称される。公式に韓国の最初の私立大学とされているのは、李氏朝鮮時代に唯一の私立大学として見学された、聖金館を母体とする聖金館大学校である。韓国では、大学生の約78%が私立大学に在籍し、専門大学生の96%が私立大学に在籍している。歴史的経緯として、 土着の企業家や団体が私学を数多く設立してきたほか、キリスト教や仏教などの宗教団体が学校設立に大きな役割を果たしてきた。一例として、現代がウルサン大学、歩行製鉄が歩行工科大、大韓航空が人科大学をそれぞれ経営している。中華人民共和国における私立高等教育機関とは、 国家機関以外の社会組織、または公民個人が国家教育養成部門の制定した高等教育学校の設立基準に基づき、非国家財政教育経費によって開設される高等学歴教育、あるいは非学歴教育機関と定義される。中国の私立大学は民弁大学と呼称される。大学の運営は、 学費と創立者の投資によって支えられており、学費収入は総収入の80%を占める。学費は国立大学に比べて高額である。中華人民共和国成立後、初めてできた私立大学は1980年設立のコナン義職業学院である。2013年時点で私立大学は717校で、 全国普通高等教育機関の28%を占め、在学生は557.5万人、受験生の約22%が私立大学に入学すると言われる。ありがとうございます。